で今回ですね、島村の方に、切れ目コーデをしてみようかと思いまして買ってみました。1点目、ピッピリー。はい、全体がこのような形であります。このモコモコっとした感じ、すごくなんか春らしいかなと思いまして、この色、そして一番これを買おうかなと思った点が、はい、1419円が、あ、値下げを重ねまして550円となっておりました安いよ。これはね、なんだろう、プチプラコーデで人気のママインフルエンサー、テラさんとコラボしたやつね。もうね、このね、わかる？更年期あるあるだけど、こう、胸元が、窮屈なの、ちょっとしんどいの。しんどいから、だるっとした服が、ね、今ね、大好き。あ、違う。ポリエステル90、逆4だね。ポリウレタン10。そう、なんか楽ちんそう。肌触りが、すごくこう、もこもこした感じ。なっております。だからちょっとね、体の線を拾わないかなと思って、これいいな、そしてすげえ安いなと思って買いました。安いよね。こうダボッと上に来て、下ね、黒のねズボンとかさ、いいかなと思って。春なんでね、もう少ししたら長い冬も春が来るよっていうことで、春色、ラベンダー色となっております。はい、長袖となっております。アイボリー色ね。アイボリー色をインナーに着ると、顔周りがね、ちょっと華やいでくすんだ感じが飛んだハイライト代わりになってくれるということでございまして、この色を購入。見て、330円になってる洋服の値段じゃねえと思いながら買いました。これね、そうなんです、この方ね、ちょっとぽっちゃりの方が、V ネックとスクエアネックの2way デザイン、どちらを着ても顔周り、ね、すっきりして見せれるよっていう、はい、そしてこの縦がね、うっすら縦の線が入っているので、体の線を拾いにくいということでございます。ポリエステル65、綿がなんと入ってくれている、嬉しい。綿が入って、綿が 35% 入ってくれているのでね、ここら辺汗かくじゃんここら辺とか汗かくじゃん、分かってるっていう感じで、こちら購入しました。いいよね、この色ね。はい、ちょっとね、上にね、薄手のカーディガンとかね、そういうのをちょっとかけて出かけたいかなという感じでございます。今だったらこうちょっとタートルネックとかね、着てもいいんじゃない、いいんじゃない。なのね、成人式のお供でちょっと自分普段着じゃいけねえじゃんってことで、島村で少し
少しだけねかしこまった感じのお洋服が欲しいなと思いまして、今回こちら購入いたしました。あ、これね、人気インフルエンサーの星奈々さんかな、わかんない。主査前はね、青山のサロンでネイリストとして活動していましたよっていう、こう美容にはめちゃくちゃ長けてるぜっていう感じの方なので、これは間違いないと思いまして、こちらの方のものをちょっと購入してみました。よし、もうね、なんかあの島村あるあるだけど、300円とか500円とか目が慣れちゃってんじゃんこれね、この値段十分安いです、十分安いんですが、おって思っちゃった、一瞬そういう自分がいたということでございまして、ね、これすごくあの普段もちょっとね、ちょっとしたお出かけの時にも使える、少しね、しっかりした生地で、わかりますかね、こういう感じで、ね、ネックレスいらず、なんとわかってくれている。そう、もう首周りがね、こう締め付けられる感じが無理なんで、ネックレスできないんです。持ってます、でもできないんです、ということでこちらね、もうあのつけてくれちゃってるから、しなくていいよっつってしなくていいよ、あんたしなくていいよっつっていう感じですね。はい、でね、ちゃんとね、皆さん集まって、もしかしたらお食事とかするかもしれないということで、ここのね、キュッと手首のところがキュッとね、ちゃんと考えられている、さすがという感じでございます。はい、そしてゆったり、首元もゆったり、そうだってサウェルだもんっていう感じですねで、生地をご紹介。ね、これはね、やっぱりちょっとね、しっかりした生地なので、ポリエステル 94% 入ってます。ウレタン 6%、 はい、メイドインチャイナでございます。この方ですね。あ、すげえ綺麗な人。はい、綺麗な方です。星レイナっていう。これはね、これに決めたわけ。で、今回、なぜ買いに行ったか。スカートは持ってるよ。さあ、黒のね、黒のそういうフォーマル持ってます。でもね、私毎回そのね、黒のねフォーマル着て思うことがあるんですが、あ、なんでズボン買わなかったんだろうって毎回思うわけですね。夏はいいんです、でもほぼ寒いじゃないですか、スカート以外の時期ってね。寒い時にやっぱりちょっとね、あ、ズボンが良かったな。黒の、こちらもまたこの方ね、この方が上と下考えている間違いがない感じがしたということでございまして、あの星奈々さんに頼ることにした。今回星奈々さんありがとう。はい、こちらですね、ポリエステル 77%、 レーヨン 20%、 ウレタン 3% となっております。生地の感じ、そうですね、はい、人気インフルエンサーらしい。そしてなんとお値段ね、こうズボンのお値段にしてはすごい安いですよね。はい、さすが島村さんでございます。2000円台で買えちゃう。で、あの一番の決め手が、そうです、ここですね、ここね、ちょっとしたことなんですが、やっぱり痩せたり太ったりのこう振り幅が激しい、何せねこの時期。そして
そうです、太った時用に後ろがゴム何より履いた感じがものすごく、この縦の折り目がついてるんです。そう、こういう感じでね。で、生地がすごくしっかりしている、しっかりしていて、わかりますかね、もう本当になんかそう、ちゃんとしたフォーマルのズボンかなと思うぐらいしっかりしてて、で何せシワになりにくいんです。ズボンでシワになりにくいっていうのはすごくポイントですよね。生地もしっかりしてて少し厚めです。なのでね、寒いっていうところがパッてクリア。トップス上の方があれ1枚じゃちょっとまだ首元が寒いなと私思いまして、中にね少しこう、そうです、ね、首元あんまり窮屈にならない感じで、こう柔らかい生地、これ最高にいいんじゃないと思って、で結構生地もしっかりしてて厚めです。でこのね内側にね、この色すごく華やいで見える。お値段もお安い、もうこれは買うしかないねっていう感じでちょっと今回買ってみました。再生ポリエステルの糸を使ってるらしいですね。環境にも優しい、高橋メアリージョンさんが手掛けたのかな。今回もうね、これで最後じゃねえかな、セレモニー関係、お葬式以外ということで、はい、出た感じですね。そしてですね、あ、いいんじゃないですかね。なぜクマ、ちょっとクマ子さん必要ありません、ちょっと出てください。あ、いい感じ。この色やっぱ正解だなと思いました。黒も白もこう近くでね、こう写すと黒も白も入ってくれているので、あまり目立たず、そしてあまり変じゃない、そんな感じがしますちょっと待って、一つ言った、私ね、次男の卒業式の時になんかね、もう次男のことで頭がいっぱいになってて、自分のね洋服がね、もうほぼ普段着と変わんない感じでいっちゃったのかすげえ、ちょっとなんか大失敗した、あの時もう本当に盲点だった。いや、普通そこ頑張るよね、頑張らなかったんだよね。なのでちょっと今回頑張ってみようかなという感じで頑張ってみました。もうこれがね、最後なんで。はい。へへ。いいんじゃないかな。疲れた。はい。ということで、朝一からやっております。まだ朝ごはんも食べておりません。食べろよな。ということでございまして。このね、気に入った点、やっぱここ、これが華やいで見えて、であんまりここがね窮屈じゃない、やっぱり。そしてこう、ほら、わかるかな、伸びます、両方伸びる、ことが伸びることが一番ですね。そして、こちらもう私がお気に入りの、はい、ここにたっぷりね、これイブ撮ってる、ラブイブで少し汁がね、ここ出た方が燃えそうでなっております。 この
黒のズボンが本当に良かった。この黒のズボンが1本あれば、もうあとは上をね、黒を買い足せばいいだけじゃないということで、あの冠婚葬祭行ける、これでズボンでね。